おはようございます。たまらです。やばいです。イヤホンがなくなりましたじゃあイヤホンどこまで探してるんだけどさ、今なかなか見つからなくてちょっと困ってます。もう本当に見つけない入ったかな、バカイヤホン。ちょっと探しながらいろいろやっていきたいと思います。今帰ってきたんですけど、あとで車見てきます、はい、で今日ねお客さんに言われたんですけど、タバコ吸えって絶対吸わん、タバコ吸わんな、タバコを入れずには絶対しません、はい、すいません。どんなにいい人好きな人から言われてもタバコを入れずにだけはなってやすね、絶対しませんやばいよね、このなんかタバコ吸おうぜ一緒にみたいな。一応なんちゅうお客さんで知らない人なんですけど、吸わせたいのかな、吸ったら元気になるよとか言われて、俺体見てないから分からんけど真っ黒だはずな、あはははは、って言われた。ちょ待って進めんなよって感じ。まあまあとりあえず、はい、ちょ帰ってきて頭ボーっとしてますけど、喋りながら今日の動画を見ていきましょうかね。はい、これは確かビーチバレー初日の動画ですかね。女の子と初心者の女の子とちょっとやばいよこれこれやばかったな、まあ、とりあえず仲良く楽しくやろうっていうのをモットーに、6月の中旬ぐらいに全国大会発表がかかった大会があるので、それに向けて練習していこうということで練習してます。はい、でも彼女とは2年ぐらい付き合ってて、なんかいいかどうかしない、2年ぐらいの本当に一緒にやってて、本当に最後の年みたいなんで、ちょっと気合い入れて今年はやろうかなっていうのをお父さんと一緒に話しました。はい、で一緒にいる連れさんはもう本当に初心者だから、一緒にやってて多分なんかプレーうまくできてない部分もあるんですけど、彼女も触って数日なんですけど、まあ、結構この中身が相手に返すことできるんで、まあ、まあ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 いいんじゃないでしょうかっていう感じで一緒にバレーしてます。本当できなかったらさせないんですけど、一緒にでもまあ自分もまあまあちょいできる、彼女はちょっとできるみたいな感じで、まあ、今みたいな片手レシーブで返してくれればいいかなと思ったりしてますけどまあ今日は、まあ、この時はもう最終的に新しいお友達連れてくるということで、はい、どうしてもペアですね、ペアにしたい子がいるからっていうので話があって練習をやりました。でまたまたまコート取れて一緒にやれるっていうことで、今日初対面で会う予定になってるっていう状況で、でコート今取れてるんですけど、その時間まではコートの外でこんなして久しぶりに触るんでボール慣れというので遊んでました。まあ、彼女とはバレーボールは好きなんであれなんですけど、ビーチバレーボールはそうですね、今回大会出るの8時というふうに言ってたので、まあ楽しくできればいいんじゃないでしょうか。まあ今正直そんな沖縄めっちゃ暑くないんで、今でしっかり基礎固めて私的にやっていけばなと思いました。でさ、多分そうそう梅雨入りだよねめっちゃ雨降ると思うんだよな、まだ降らんかな、ちょっと分かんないんですけど、沖縄の天気ってさ結構変わりやすいから、まあ一応今日今だ感じ曇ってるけど、外はどんなかな、降るかな、でも今日飲み会があるからそんな遅くまで僕は練習できないんですけど、まあ、彼女たちから練習やりたいっていう意見がなければ僕は動かないんですけどね、基本、まあ、基本みんなに任せてる感じです僕は、うん、やりたい時にやるのはいいんですけど、まあやっぱ一番はこの
やりたい人に何か任せてます。やりたい人がやらないとさ、やっぱこっちもやる気出ないんで、はい、なんだかんだ自分もやる気あったけど一緒にやれる人がいなかった身ですから、まあ僕の場合はペアがいたんですけど、なんかやらせてもらえなかったんですよね、ビーチバレーボールを。でまあラッキーとかいろいろ重なって僕の場合は全国制覇できたんですけど、今回ばかりはやっぱり何チーム出るか分からないんで、沖縄自体がちょっと、はい、張ってます。張ってるというのはちょっと気張ってます。だからしっかりやることをやって臨もうかなっていうので話してるんで、まああと1ヶ月ないぐらいなんで、ちょっと5月の中旬ぐらいまではしっかりボール慣れして、最終的には2人の練習ができればなと思うんですけど、まあ、最終的にペアなるかもまだちょっと僕は分からないので、なるだったらいいなで僕は動いてます。はい、であとはもう正直沖縄のビーチバレーボールさんたちと一緒にビーチバレーボーラーさんたちと混ざってもらって一緒にやれればなと思ったりしてますけど、正直僕も休日の大会が今ないんで、正直動画もない動画もないってやばいですけど、動画を作りたいけど作れない状況ですし、あとはもうなんていうんですか、もう自分知り合い最近 TikTok でできて、知り合いのお店行ったりとかよく行くんですけど、行って、まあ、ご飯食べたり、まあ、企画に参加することがあると思うんですけど、その時はなんかそういう風に動画を出すと思います。はい、まあ、一番はもう今はねお店を出す準備段階なんで、僕も今めっちゃ急に行く、僕お店出す予定なんですけど、急なんですけど、それでちょっと今動いてて、まあ、今月中にお店を見に行こうかなって話をしてまして、一緒にやるやつとまあ本当に意気投合じゃないですけど話あってやっていこうかなと思ってます。はい、沖縄の子供たちのためにちょっとでも良くなればなって動いてるんですけど、今まあ来週5月ゴールデンウィーク明けから中学校の練習も僕始まるんですけど、一応高校の先生から連絡が途絶えたんですよねちょっとやばいっすよ、連絡したんですけど、あれ連絡来ないみたいな、ちょマジで俺悪いことしたかなと思って、確かにライバル校の先生と話したことあるけど、いやいやいや練習ありますかっていう連絡をむしりますかね大丈夫だと思うか言われてますね、言われてますね。はい、こんな感じで、で今やってるのがなんか打ち方癖あるんですよね、わかります、なんか一応これはもうなんか狙って巻いて打つのを意識して打ってたんですけど、なんか打つ場所かな、なんかボールコントロール意識してっていうので僕今やらせてるんですけど、インドアのバレーでもやっぱりちょっと癖あって、僕も今ちょっとこれ修正しようかなと思ってやろうかなと思って出るんですけど、まあちょっと少しでも良くなればなと思って、あここやばいっすちょっと待ってこれ何してんのってなるじゃないですか、これなんか穴があってなんか穴に落ちてるんすよねこけてるんすよ超何してんのって感じだったけど、はい、面白かったっす。でさっき仕事終わったって言ったじゃないですか、さっきまで一応後輩と思ったんです、後輩と一緒にでも今仕事してるんですよね、後輩が仕事できる子なんですよめっちゃちょ今こんな話している後輩が仕事できるから一応ほとんど後輩に任せてるんですけど来た時は、いやまあ基本一人なんですけど夜は、まあ後輩が来たら後輩にいろいろ任せて後輩がやってくれるからいろいろね、まあ儲かったらおごってやりたいなと思いました、本当にいつもいつも助けてくれて、もしかしたら来週ぐらいに
一緒にバレーできるかもって話してたんで、まあ、大会は出れんけどって言ったんですけど、一緒に出たいなって思いました。まあ、本当にいい後輩ですよ、マジで。で、その母校の練習も行ったりとかしてくれるみたいな話もちょっと言ってたんで、まあ嬉しいなって思いましたけど。こんなして練習場所があるだけでもいいし、練習相手してくれるだけでも本当に嬉しいですけど、僕はなんかやっぱり自分が学生、まあ、中学生の時とかってもうそこしか練習場所がないから、こんなして練習相手とか基本 OB だったんですけど、限られた日にしか来ないし、 OB も。あとはなんていうんですかね、中学生の時からこんなしてやってもらったことがないっていうのが現実で、まあ、一応関わりはいろいろあったんですけど、結局なんかこんなして真剣にもうなんか怠慢っていうんですか、もう本当のコーチみたいな感じになったのは、本当のコーチって言ってるのが、まあ、本当にコーチやってるんですけど、今こんなして、まあ、なるのは初かなって思いました。で、本当に日本一を目指す、まあ、本当は僕世界目指してほしいですけど、誰ちょっと待って、誰こいつ、待って通ってたの、びっくりだけど、カメラあったけどまあ別に僕の土地じゃないから、まあ、通るのは当然なんですけど、はい、まあ正直、ね、難しいところありますよ、やっぱり、うん、中学生だし、こっち大人も30代のおっさんですから、ただなんかやれっていうよりはこういうのやっていったらいいんじゃんみたいな指導なんで、僕の場合はなんていうんですか、強制はしないんですよ。どういうふうにしたらこういうふうにしたらいいんじゃないか、こういうふうにしてやってみたらやれっていうのはあんまり言うのは、じゃあれなんかやれっていうのはあんまり良くないから、強制的なやつ、まあ、取ればみたいな取れば打てばみたいな、このように打てばみたいな、でもこれ拾ってれば絶対上では取れるから、点数上で点数取れるから上の場で点数取れるからみたいな。正直ビーチバレーってインドアと違ってやっぱ足元が良くないもんですから、足元が良くないっていうか、足を一歩踏み出しづらいというんですか、砂場なんで、それをちょっと意識した練習といいますか、一歩出せば取れるんですけど、基本一歩がみんな出せないですからね。だからできないっていう人もいれば、飛べないとか、結局飛べないでもいいんですよ、打てなくてもいいんですよ、拾ってればっていう感じなんですけど、まあ、僕の場合は拾ってやるバレーじゃなかったんですけど、現実は今もう女の子のバレーって基本拾ってつなぎまくるバレーが普通なんで、まあまあその拾うためにはっていうので今考えてます。拾うためにはどうしないといけないね、拾うためにはどうしないといけない、サーブは重要みたいな、お友達が来てみたいなんで、一緒にパスというか、まあ、ネットちょっと高いんですけど、これネットは女子は確か15ですよね、2m15、一般になると24になるんですけど、まあ女子中学生の人が15なんで、まあそれをネットがなかったんで、今これ40ぐらいかな、ちょっと高めなんですけど、ちょっと基本はもうやっぱりボール慣れで、慣れてって言って、もう本当に感覚ですよね、叩いてどのぐらいの力で相手に届くかみたいなのを意識してやらせてるんですけど、まあ友達の下みたいなんで仲良くやってくれれば別にいいですけど、さすがにパスで喧嘩はしないと思うんで、まあ、中学校の時パスで喧嘩したことありますけど、まあ、ちゃんとパス返せとハートキャッチボールからって喧嘩とか、あとはなんか対人でシーブの時ここに打てとか言われて、なんでやの言うとこに立ってきてもらったマジやばい、ね、対人とかでも喧嘩してたからさ、マジ後輩と、まあこの後輩とは今も仲良くつるんでますけど打っちゃうやばいよね、ここに打てとかさ、打てないっていうか打たないわけよ、対人でシーブとか、まあつなぎ基本だけど、対人ってまあまあまあアップみたいな意味で、なんでやろう、やーって、なんであなたの言うとこに打ったんといけんのみたいな、いや、しみたいな、上でも、でもこいつ拾うから、別に、何打っても拾うからいいんだけど、なんか、タマさんのボールアップならんって、やばいよね、アップならんって言われるのがね、まあまあ、こいつとの対人だったんですけど、なんだかんだ、
この一緒に退任するじゃないですか。ちゃんと繋いでくれるし、まあ言えればいいですか、まあ、いつもタマさんやろうって言ってくれてたからまあいいかなみたいな。まあ基本僕怪我しちゃったんでパートナーいないんですけど、ね、だから僕のパートナーって基本上手い人とやってたから、対人ってね下手な人同士でやると続かないけど下手と上手いがやると続くじゃないですか。いや自分できると勘違いしてしまうんですよね人間ってだから、まあ、勘違いじゃないけど俺はできてるとは思ってないけど、まあ、まあまあ普通かなと思ったら大学行ってできませんでしたね。そんな簡単に。だから対人って大事なんですよ。そっから今ちょっとレシーブ、ね、以前よりは意識してます。だから対人ってただ思いっきり打ってるだけじゃないからね。本当に肩慣らしとか相手のことを思ってちゃんと返すみたいな。まあこいつは高校の時から俺に多分教えたかったと思うけど、そんなつもりなかったから雇れみたいなお前があげればレシーブ最低だよねちょマジで。そんなしてバレーボールしてたから今まで、まあ、バレーボールだけじゃないんだけどね、私生活もやがやれやがやれとか、やもってこいみたいな、ちょマジやばいよね、まあ、後輩とはこんな感じで付き合ってたから、まあ、特定の後輩しか付き合ってない。今言った対人パートナーの子はずっと今も付き合いやるんですけど、ね、すごくないこんななんか変な付き合いしたかもしれないのにさ、こんなしてまた付き合えるってさ、やっぱバレーボールの付き合いっていうかバレーボールやってたから今彼っていうさ、うん、出会ったというか、もう本当にいい関係なんで彼とも。言うて今日っていうか今土曜日なんですけど、あの恩師の飲み会があって、その飲み会に行くんですけど、飲み会行くとは言ってますけど飲まないですからねなんか飲み会で飲んで次の日潰したくないんですよ。あと太りたくない飲み会でさ飲んでもどうせ変わんないんですよテンションというて僕。だから、ま、飲んで楽しみたいですよ。楽しみたいし遊びたいし、まあ何軒行こうぜとか言うかもしれないけど、まあ言うてたまの間弱くはないんですよ。ごめんだけど弱くはないんですよ。強くはないと思ってるけど周りよりは強いと思います。飲まされてきたからね一杯じゃあ、まあ、自分で飲むこともあったけど本当に飲み方異常だからみんなこの前っていうか先週か、え違うゴールデンウィークの頭ぐらいにめっちゃ疲れてから、そうかな11時ぐらいにバー行ったんですよ。そしたら俺も眠いわっつってごめんっつってちょっと車戻って寝てくるねっつって眠ってたら、ちょっと3時ぐらいに覚醒して、しかも起きたんですよ。起きて車から普通にバー戻ったらまだこいつの飲んでて、ちゃうこれやばいだろみたいな、どんだけ飲むかみたいな、まあ、いいバーだから、いいバーというか本当によくしてもらってるバーなんで本当にそこまで行くんですけど、2周してましたね。僕らが行った時の隣の客さん全然違ってめっちゃ声でかいよって、そのお客さん車の音とか声聞こえたからやんなと思ってまあね、まあ、僕もその時バーで飲んで食べ飲んでコーラ飲んでたんですけど、コーラ飲んであとカレーライス食べさせてもらったんですけどやばいよバーでカレーってやっぱもう結構って言ったらね、2回以上は行ってる、もっと言っても10回以上行ってるから、それぐらい行ってるからさ、もうお店の人がさ、あ、大盛りね、みたいな。ちょっと待って、バーで大盛りカレーライス食べるってやばいよね。飲みに来てない、食べに来てない。いや、バーって飲むとこだからね。皆さん、飲みに、まあ食べてもいいと思いますけど、僕みたいに食べてばっかりいると、やっぱりね、バーの意味がっていうか美味しいとこだからマジでうまいんですよ。スパゲティもうまいし肉もうまいしさ、じゃあまた連れてってもらいたいなと思ってますはい、てな感じで、今サーブ打ってますね。今回は僕サーブレシーブとサーブちょっと頑張ろうということでサーブ練習もかけます。結構風吹いてるんで
この練習ね、マジ大事だと思うんですよ。サーブ練習さ、僕の中ではもう一番意識してることなんですけど、やっぱサーブが続けば点数になるスポーツなんで、バレーボールって。しかも自分一人で練習できるじゃないですか。それはもう障害もないし、このなんていうんですか、邪魔するものがない。邪魔するものがないってことは自分だけの練習できるんですよ、サーブって。だから自分との勝負みたいな気持ちがあれば入るって僕は思ってます。まあ入らない人はもう本当に練習しないと入らないですよ。僕もまあ長年サーブ連覇結構やってますけど、サーブってなんか自分の気持ちが出るものだと思ってるから、もう強気でいけばいいサーブというか、その気持ちが乗ってサーブ入るし、まあ、弱気になるとそういうなんかチャンスになっちゃうしみたいな。本当にサーブでいろいろ世の中助けられるか、じゃあバレーも助けられましたからね。はい、流れを作るのもサーブだと思うし、ね、もう僕はもう本当にサーブとサーブレシーブちょっと今回は頑張っていこうかなって思ってます。で、結局サーブレシーブもこの後やるんですけど、子供たち同士でちゃんとしっかり話してやらすみたいなね。はい、で今回はここまでにします。それではまた次の動画で会いましょう。次の動画で会いましょう。おやすみなさい。寝ます。